はい、こんにちは。久しぶりのですね、ファルコンの作成を再開したかのように見えるでしょうけども、実はそういうことではないんですね。そもそもですね、屋根部分を作ることしか考えてなくて、下のところどうしようかっていうのは下手とこ勝負だという風な感じで進めていたんで、全く考えてなかったんですよ。まあ全くっていうのはちょっと嘘になるんですけど、まあおぼろげながら考えてたんですよね。でもなんていうのかな、実際作るとなるとだんだんね、普通にこう窓つけて扉つけてでやるわけにはいかないぞというふうに、なんていうのかな、まあそうでしょ皆さん。あのファルコンに普通にですよ、アルミサッシだったりアルミのドアだったり、そんなものをつけた日にはね、中ばっかのね、絶望の雄たけびが聞こえてきそうで、そんなことはできませんというところだったんで、まあ、これ今何してるかっていうと、まあとあるものを動かそうとしているんですけど、電気的にね。まあ何をどう動かそうかっていうのはまた後ほどご説明しますけども、まあ一応これがスイッチを入れて、もう一回スイッチを押してで、またスイッチ切ると、何かができたぞという感じなんですけど、できた。まあね、これ説明してもいいんですけど、多分ね、その説明でかなり時間がかかって、それでいてさらに誰も面白くないみたいな状況になりかねないので、まあ今回はちょっと説明を回避させていただきますと。ということでね、前回この台に屋根部分を乗せたというところで終わったんですけど、まあ、実はですね、ちゃんとこう固定していなかったということで、今固定していっているんですけど、まあ最初にもちょっと言ったんですけど、下の部分ね、どういうふうに何を配置するかっていうのをほとんど考えてなかったんで、本当上のね、屋根部分を支えれる最低限の骨組みしか入れてないんですね。まあ本来ならトータルにね、設計した後作り出すっていうのが常識なんでしょうけどねまあね、常識なのは分かってるんですけど、まあ、常識を考えてたらそもそもこんなもの作れないっていうところもあるんですよね。まあね、基本的に情熱先行型の人間なんでね、情熱がこういろいろ考えて情熱がね冷めてしまうと結局動かなくなっちゃうんで、だってこれ真面目にですよ、設計とかしていろいろ考えてしまうと、多分もうこんなもん無理だなっていうふうになっちゃうと思うんですよね。まあね、付き合いの長い自分のことなんで分かっちゃってるんですよねそうなるっていうことが。だからまああまり考えないで、まあ、なんていうか脳に考える隙を与えないみたいな、まさにね、伝説のキス&キック、蹴りそして蹴りみたいなもうね、亡くなられちゃいましたけどね、島木常人先生が時折ね見せていた必殺技なんですけどね。僕はね、パチパチパチパンチとかポコポコヘッドよりキック&キックが一番面白かったと思っているんですけどね。ただね、蹴りそして蹴りっていうツッコミがないとただの小作になっちゃうんですよねなんでね、僕も時折ねキック&キックの練習してるんですけど、まあ、周りから見るとただの小作ダンスにしか見えてないんでしょうねまあね、どこかでそのコサックダンスを踊っているおっさんを見かけた時は、まあ、優しく
蹴り、そして蹴りって言ってあげてくださいということで、一体何の話をしているのかまたまたわからなくなってきたんですけど、まあそうこうしているうちにですね、まあなんとなくこれ分かっていただけますかね。宇宙船のね、扉といえばブラストドアってわかりますかね。よくあるプシュッって開く両開きのね、ドアなんですけど、実はですね、ファルコンにはそういうドアないんですね。室内にはあるんですけど、ファルコンの出入り口っていうのは、ファルコンって着陸してる時にちょっと下に隙間があるんで、そこからちょっとこうスロープが降りてくるみたいな、そんな出入り口なんですよね。なので最初はね、なんかもう本体からこうニョキッと何か出てきて、そこからスロープが出るとかいろいろ考えたんですけど、まあそういうことを考えていてなかなか進まなかったっていうのもあるし、まあここはね、なんというかファルコンにはねこんな扉はないですけど、なんかまあそれっぽくさらになんかワクワクするような入り口にしようかなということで、このブラストドアにしようとなったわけなんですけどね。ただね、これやりながら思ったんですけど、もう非常に難しいんですよね。まずこの開け閉めをね、何でするかっていうところで、最初ね、エアータンクでね、こう本当にこうエアシャッターじゃないですけど、プシュッと開いてプシュッと閉まるっていう仕組みを考えてたんですけど、本当ね、映像にはできてないですけど、いろいろ実験したんですよね。ゴムチューブ使ってみたり、シリンダーをね、なんかこう動くようにしてみたりとか、本当いろいろやったんですけど、なかなかうまくいかないし、さらに設備がね、かなり大げさになってきて、ただでさえ狭いのに、もうパンパンになるな、これとかいう感じだったんですよね。まあエアダンパー使ったらどうっていう話はあったんですけど、もうちょっといろいろ動かしてみてね、最終的に使うかもしれませんけど、まあ、今んとこはそれはちょっとやめとこうかなと。まあなんといってもね、結局エアータンクをね積まないといけなくなってくるんで、なるべくやっぱりコンパクトにね収めたいなというところもあったんで、そういうことにしましたということで、なんとなくね形が見えてきたと思うんですけど、これね見た目よりすごくその微調整が難しいんですよね。扉をねまっすぐにしてりゃこんな苦労はなかったんですけど、宇宙船のね扉はやっぱギザギザでしょっていうなんか思い込みがありましてね、こういう形にしてしまったがためにこんな苦労してるんですけど、これがねまあ最初こうレールをね敷いてやろうとしていて、次にこの今やってるスライドをね下につけようかという話に変わっていったんですけど、これはねうまくいくかなと思ったんですけどね、上とね下の調整が難しくてなかなかうまくいかなくてね、取り付け位置間違えたりとかね、最終的にはぶっ切れみたいなということでね、これは使えねえなと急遽ね下を滑車に変えるという計画に変わったんですけど、ね一回分解してこの滑車を埋め込むという作業になっちゃってるんですけどね、まあ、こればっかりはね最初にこれやっときゃよかったなって、まあでも作ってみないと分かんないんでね、作ってみてやっぱこれは無理だとかだんだん分かってくるんで、まあこういう感じになっていくんですけどね、まあねこれをまた作る方も
ゃらないと思いますけど、まあ、こういう扉をするときはやっぱ下合わせでやらないとなかなか合いませんよということだけ申し上げときたいと思います。とまあね、キャンピングカーというか車なんで扉をね下で支えると、まあ言うと下から振動がね来るので、まあ、最初つろうという感じで考えてたんですけど、なかなかつるっていうのは合わないかったんでね、今回ちょっともう下で合わせて上でこう押さえるという感じでになったんですけどね、まあなんとなくという感じでね、天井の高さを忘れるぐらい喜んでしまったということで、こんな感じでいきましたと。まだ手動ですけどね、年内でどこまで進むのか分かりませんけど、また